楽の国が魔王に攻撃されて、大切なサウンドジュエルが盗み出されてしまったでぷん。人気アイドル神崎舞とユニットを組む新人アイドルのオーディションが行われました。実はこのオーディション、アイドル選手として舞と一緒に悪と戦い、サウンドジュエルを取り戻す仲間を見つけるためのものでもあったんだぜ。そのオーディションでポップンが気に入ったのがこの子、一ノ瀬かのん、小学6年生だぷん。アイドル戦士ミラクルチューンズ、その正式メンバーになるためには最終オーディションに合格しなければならないのです。かのん、必ず勝ち残って。ぷん。では次は5番橘風花さん、お願いします。はい。さあいよいよ最終オーディションだぷん。一緒だった一ノ瀬かのん、よろしくね。どうも。いやすごかった、さっきの風花さんのあのダンス。ねえ風花さんのダンス誰に教わったの？小学校の時の担任の先生。歌もダンスも得意でこのオーディションのために教えてくれたの。へえすごい、かっこいいよね。特にここ、ここ一度しか見てないのに覚えたの？だってかっこいいから夢中で見入っちゃって。あ、もしかしてお腹空いてたのかな。違うような気がするぷ。いよいよ最終審査の結果発表です。しかしその前に神崎舞との新ユニットの名前を発表します。その名前はミラクルミラクルです。ミラクルミラクル。それではミラクルミラクル新メンバー合格者の発表です。まずは5番橘風花。
どうも。そしてもう一人、6番一ノ瀬カノン。嘘。でも本当に本当、おめでとう風花ちゃん、カノンちゃん。探したのよ。これからスチール撮りだからメイクルームに案内するわ。はい。コングラチュレーションガールズ。ハローか。誰？小次郎さんは世界で活躍する一流のメイクさん。私のステージメイクも担当してくれてるのよ。ん？じゃじゃんじゃじゃん。すごい、なんかいろいろ。そう、これがプロの変身セット。リップにチークにコンシーラー。そうね、あなたたちにはこのキラキラのアイシャドウなんか似合いそうだわ。宇治原さん、ん？今鏡が。こちら！何？嫌だわゆずちゃん、急に大きな声なんて。お腹すいた、ランチ行こう。え、でもこの子だって。あ、お腹すいた、死ぬ。さあランチよ。待って、キラキラ。急にどうしちゃったのかな、宇治原さん。女神様が現れたの。え、女神様？何よこれ。おめでとう、カノン、風花。二人は舞と共にミラクルチューンズとして世界を救うために戦ってくれますか？はい、もちろんです。女神様、ミラクルチューンズ。今日から風花も仲間でございます。え、いやちょっと待って、ミラクルチューンズって何？私はアイドルになるんじゃないの？アイドルとしてみんなに応援してもらって、その応援エネルギーがハーモニーエネルギーになるぷ。ハーモニーエネルギーで悪と戦い、サウンドジュエルを取り戻すのです。風花も仲間になってくれるよな？嫌よ。え、私はアイドルはやるけど戦いとかはやらない。でもこれは世界を救うためなんだよ。だったらもっと嫌。私、人助けのために危ないことするなんて嫌だから。風花さん、女神様。仕方がありません、無理強いはできませんから。誰がこんな不快な音楽を鳴らしているのは。むむ、要するに
こやつらの仕業か。ふふい！あ！ふふい！魔王様もお怒りだ。申し訳ございません。すぐに何とかいたします。小倉帰り博士、手番だ。私ですか？いいとこ見せてよ、博士。行ってきます。なんだこれは。ネガーネガティブジュエラー、クエガレまた小学校にネガティブオーラを感じます。え？勝又小学校？マロ、カノン、チューンアップの時間です。さあ、戦いのステージへ。はい、女神様。じゃあ、フーカさん、行ってくるね。待って。私も行く。え？その小学校、私の通ってた小学校だから。え？そうなの？行くよ。オーディションのダンスの振り付け教えてくれた。あのかっこいいダンスを教えてくれた先生。ひどい。何なの先生のこの声。ストップ！今すぐその辺だった。ストップ！誰だから。君は人が真剣に歌っているときは黙って聞くのがマナーだ。どうしたらいい？どうやって戦えばいいのか教えて。サウンドジュエルをセットするのよ。え？ジュエルセット。ジュエルセット。はい。
と一緒に歌う。そして人の気持ちを嫌な暗い気持ちにする。嫌だ、こんなの先生じゃない。うるさい、つべこべ言わずに歌う。ダメ、行くわよ二人とも。心が癒されるような旋律が込められている。ピアノジュールゲット。なんか妙な夢を見ていたぞ。岡田先生、風花じゃないか。今日が最終オーディションだって言ってたよな。どうだった？先生、元に戻った。ん？何がだ？あ、いえ、何でもないです。私、合格しました。本当か？やったな。いや、お前だったら絶対大丈夫だって先生は信じてたぞ。はい、ありがとうございます。ありがとう。二人のおかげで無事にジュエルをゲットできたわ。これから三人で力を合わせて。うん、まいちゃんとふうかさんと三人で一緒に歌っていきたい。一緒に戦おう。ふうかさん、ミラクルジュエル。
新アイドルユニットミラクルミラクルのマネージャー柚原真由美です。さあいよいよ舞、カノン、風花の3人でアイドル活動開始よ。3人にはこれから寮で共同生活をしてもらいます。新しい学校も始まって忙しくなるけど、私もしっかりサポートするから全力で頑張りましょうね。だけど大変、交通誘導してくれている緑のおばさんがネガティブジュエラーにされちゃったわ。来週もみんな